はい、あがりんチャンネルです。今私は宮ノ下温泉に来ています。宮ノ下温泉って言うんですけども、箱根温泉、箱根は温泉郷であって、その中に箱根湯本とか箱根大平台、箱根宮ノ下、箱根仙石原、あと箱根宇馬湖とか数々のちっちゃい温泉地がありまして、総称して箱根温泉郷という風になっております。箱根山の中腹にある宮ノ下という町なんですけども、結構、急斜面にギュッといろんなものが詰まってまして、まあ、宮ノ下ノスタルジック散策路なんかもございます。よいしょ。まあ、いろいろ温泉、宮ノ下温泉ってまた温泉もありますし、あと結構通りに商店がたくさんあるんですよね。商店がある中、この中央に富士屋ホテルっていう、これはあんまりそんな目立ってないんですけども、またこの富士屋ホテルがね、この渡辺ベーカリーからズズズズズとちょっと歩いて先にすぐありますので、このまま回したいと思います。ついちゃった。富士屋ホテル、外観がもう全然違うんですけども、ちょっとなんか敷地ちょっと入りがたいんで、正面玄関側からちょっと回ってみたいと思います。こっちかな。で、来ました。これが箱根富士屋ホテルです。見えます？ちょっと上の方とか竜宮城みたいな建物、富士屋ホテルです。外観もすごこんな、ねえ、なんか各国の緊急クラスの人が来て泊まるような、まあ、もちろん格式高い箱根では 1,2 を争うほどのホテルだと思いますけども、いいな、なんかあんなとこ泊まりてえな。でも多分一人で泊まると寂しいんだろうな。さあ、箱根湯本行きのバスが来ましたよ。これで一気に湯本まで帰ります。ここはですね、温泉場入り口というバス停です。先ほど宮ノ下温泉から下ってきまして、温泉場、何の温泉場というかというと、箱根湯本温泉の、まあ、温泉旅館がこの辺のから入るといろいろあるよという風な感じで、まあ、箱根湯本温泉の入り口という意味合いです。結構ですね、至る所にこの辺街中なんですけども、温泉が湧いてて、ここも源泉の足湯なんですけども、うん、あー、熱い熱い。源泉の足湯ですね。箱根湯本温泉。お湯が湧いております。ということで、今日泊まる宿は、紀仙荘さんです。箱根湯本温泉紀仙荘さん。字がね、喜ぶに仙台の仙にそうなんですけども、昔の、喜ぶっていう字は、7が3つ、旧字ですよね。旧の字ですね。紀仙荘、喜ぶ仙の荘。なんか7が3つって縁起良くないです？ほんとこじんまりとした旅館です。おかみさんいらっしゃいました。着きました、紀仙荘さんに。すいません、今日予約してます、あがりんと申します。はい、いらっしゃいませ。ちょっと気になったんですけど、ここピアノがここ置いてあるんですけど、これなんでここピアノが置いてあるんです？ピアノ、主人がですね、はい、あら、今は新型コロナのことで、はい、そうですね、今年は一回もコンサートできてないんですけど、ああ、いや、ここで実際に生の歌声を披露することがあるんですね。はい、そうですね、月に1回コンサートをやってます。はい、さあ、やっとお部屋の方へ
おかみさんにご案内してもらいました。ちょっとカメラの方を回せなかったんで、改めて箱根紀泉荘さんの廊下が全部畳なんですよね。だからスリッパがないっていうおかみさんの、説明やっとわかりました。こんな洋室です。旅館なのに洋室。普通洋室って言うと、なんか添乗員とかバスガイドの部屋ちゃうんとかって思うけども、普通の洋室です。全然、広いんですよね、洋室でも。ほら。はい、では、待望の夕食の時間になりましたので、おかみさんに、お部屋まで運んでもらいました。今日のは、これは、どんな料理になるんです？そうですね。はい、和食膳です。和食膳、はい、これ刺身、天ぷら、煮物、酢の物、はい、でカニはズワイですね。あと前菜、それから小鉢がタコキムチですね。おつまみこれ、はあはあ、いいですし、ご飯のにもぴったりですね。よいしょ、サイダーで乾杯します。よっこらしょ。これは小田原の地サイダーですね。梅サイダー、多分これうまいと思います。あんまりアルコールは得意じゃないんで、はい、じゃあいただきます。乾杯。あ、うまっ。ということで、季節のお湯に使ってます。めちゃくちゃあつ、すげえあつい。でも、かなりはいいですよ。これ、男性の方もおすすめですね。特に冬、昨日夜入ったんですけども、もうスルスル、カサカサ、スベスベ。ちょっと引きで、脱衣場から撮るとこんな感じでしょうか。こんな感じですね。2日目の朝食です。旅館の朝食って大体すごく多いんですけども、ここの朝食は本当に、健康的なもの食べれるだけっていう量になってます。まるまる1泊2日の箱根湯本の旅館に泊まって、箱根全山をくまなく回る旅終了しまして、先ほどまた箱根湯本駅より新幹線の駅である小田原へ向けて箱根登山鉄道に乗っております。ここ箱根板橋駅は、登山鉄道の小田原から、見た最初の駅ですね。標高がなんと16メートルです。だからもう結局1000メートル以上、この2日間で上がったり降りたりしております。ということで、まるまる2日の旅を終え、小田原駅に戻ってまいりました。今回使った費用ですけども、京都から往復の新幹線と、あと、紀泉荘1泊2日、そして箱根フリーパスの切符ですね、と、まあ、昼食なんかも合わせて、やはり今回も、5万円以内で、旅を収めることができました。ではこれから新幹線で京都へ戻ります。また次回どこに行くのかお楽しみに。今回は初めて一人で撮影しておりますが、めちゃくちゃ毎回緊張して、説明など詰まったり噛みまくったりして申し訳ないなと思っております。では次またどこかで会いましょう。さよなら。ああ